このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は検証、イケメンのスタッフ猫、手作りおもちゃと市販のおもちゃどっちがお好きということでですね、今ねぴょんぴょんと飛び跳ねてるのがラテ君と言いましてですね、長毛種なんですけれどもめちゃくちゃイケメンなんですよね。で今使ってるおもちゃっていうのが猫兄さんが作ったおもちゃなんですよね。で結構このおもちゃをね気に入ってくれているということでね、今すごく遊んでくれてますよね。これに似た市販のおもちゃもあるんですけれども、実はこっちのおもちゃの方が好きなんじゃないかっていう風に言われてたんですけれども、じゃあ今回ね実際どっちが好みなのかっていうのを検証したいなと思っております。他の子はねそれほど興味がないような感じなんですけれども、ラテ君がすごい気に入ってるでしょ。うん、ジャンプあんま高くないな。あんまりラテ君って運動神経良くないかなっていう気はしておりますけれどもね。結構カミカミしてますでしょ。投げてみます、ね、走っていって、あ、加えていったな。どこ持っていくのかな。いつもね遊び終わったらもうこのおもちゃがねベトベトになってるんですよね、ラテ君のね唾液で。まあそれぐらい気に入ってくれてるっていうのは嬉しいんですけれどもね。さあ返してもらおうかな。返してくんないか。もう結構引っ張りますね。あ、返してくれたね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。さあまた飛び上がってますね。うん、珍しいな、ラテ君がちょっと今ね猫パンチされましたね。ほんまにねラテ君で喧嘩してるとこ見たことないんですけれどもね。まあ、でもすぐ返してくれるのはいい子だね、本当にこの子は。さあ市販のおもちゃをちょっとね見せていきたいと思います。どうでしょうかね。結構静か似てるでしょ。このおもちゃも遊ぶじゃない。あ、そうなんだね。結構ね遊んでるよ。うん、猫パンチ。あ、ラテ君意外とうまいな。はい、両方と見せてみますけれども、あ、どっちでも遊ぶ？どうなんでしょうかね。なかなかどっちがいいかっていうのがね分かりにくいな、これは。さあじゃあいっぺんね両方とも同時に見せたらどっちで遊ぶか。ちょいってやって上の方を見てるような気がするな。上の方が市販のおもちゃなんですけれども、あ、市販のおもちゃが勝ちましたね。あれ、噂ではね手作りおもちゃの方が好みだって聞いてたんですけれども。うん、違ったのかな。あら、手作りおもちゃ見向きもしないよ。あ、でも遊ぶかな。さあもう一度両方とも。あ、市販のおもちゃをカミカミしてますね。あら、市販の方が好き？まさか。うん、なんかスリッパを噛もうとしてますね。この子ね、そういう癖がある子なんですけれども。あ、でも手作りの方も遊んでるね。どうなんでしょうか、これは。あ、今度は手作りに行った。どっちでもええってことかな、ひょっとしたら。じゃあ、いっぺん投げてみようか。よいしょ。あ、手作りの方が手前にあったのでね、手作りの方行きましたけれども、もう一度投げてみます。同じぐらいの距離。あ、今度は市販の方に行きましたね。あ、どっちなんだろうか。でケージの中にいてる子はちょいちょいと手を伸ばしてますけれどもね。ラテ君はどうなんだこれは。なんかどっちでもいいって感じがしますよね、これね、ひょっとしたら。でも飛び上がってるのは可愛いですね、やっぱりね。長毛さんだけありますよ。ほんとね、ラテ君イケメンやな。結構カミカミするね、君は。撫でてみます。やっぱねふわふわですね、長毛さんだけあって。あ、この子はゼル君だね。珍しい柄してますよね、ゼル君は。
毛艶もすごいいいね、君はピカピカだ。さあちょっと他の子にもね手作りおもちゃを見せてるんですけれども、おお、ピコロさんがちょいっとしてくれた。珍しいなこの子遊ぶの。おもちゃよりもグルーミングのようですね、ピコロさんは。セクシーポーズ。下にはね黒猫のポポさんが、スリートしてくれてますね。さあもう一度ラテ君。おお、またずっと遊んでくれるな、ラテ君。ラテ君寝てることも多いんですけれども、遊ぶときはねしっかりと遊んでくれるんですよね。うん、かわいいね君は。ジャンプジャンプ。上を見上げてるね顔がもうとってもかわいいですよね。なでなでもいいよ、かわいいね。あ、ちょっと嫌がったかな。どこ行くのかな。猫鍋に入る。あ、椅子に登ったか。あ、ちょっと疲れたのかもしれないですね。改めて見るとね本当にイケメンでしょ、ラテくんね。落ち着いてる時っていうのはね結構撫でさせてくれるんですよ。なんか周り気にしてますね。どうしたんでしょうか。このお手で可愛すぎますよね、ラテくん。本当に今日は楽しかったです。皆様いかがだったでしょうか。ラテくん本当にねイケメンでしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。